この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。怪我？コンサートのすぐ後、階段から落ちて。それで追加公演は？いや、まず怪我の状態だよな。右手の甲を切ってて、あと左手首を捻挫してて、まあどちらも骨には異常ないみたいですが。両手。浜田さんがリアルタイムで顔面蒼白になっていくのを、俺はいろいろな痛みに苛まれながらも重く受け止めることしかできなかった。あ、ちなみにここあれですね。前回っつったら変か。普通の、刹那エンド、ノーマルエンドか、の時と、浮気？カズさんの浮気エンド。あの、後の話というか、あそこは1月29日で終わっとったから、うん。そっから先の話なんだよね。だからこれは新規の、こっから先はもう新規の物語になりますね。まあ、新規っつっても、過去と同じ描写はあると思いますけど、特にカズザ編なんかは。刹那編に関しては、こっからはほぼほぼ新規になりますね。うん、あの後、だってあそこから1年後っつって、地獄のエンディングになったから、そうじゃなくて、これは、その後の1年後っていう回想がなかった世界なんで、はい、そんな感じの認識でお願いいたします。追加公演はあと一月あるから大丈夫かな。多分怪我は治ってるでしょうけど、ベストコンディションで演奏できるかどうかは。そっか、そうだよな。ピアニストが練習できないなんて。少しの嘘とたくさんの秘密、どちらも心にずしりとのしかかる。それにしてもなんで今まで連絡してくれなかったんだ。すいません。お前を責めてなんかないって、トーマオフィスのこと言ってんだよ。緊密に連絡取り合うって約束だったのに。それはその、だって実は本当に俺のせいだなんて、そんなファンタジーみたいな事実誰が思いつくだろうか。説明したからって理解してくれるだろうか。迷惑かけるのが申し訳なくて、包帯が取れるまで黙っておこうと思ってたって。その方が余計迷惑だろうが、何考えてんだよ。申し訳ありません。だからお前に言ってんじゃないって何度も言ってるだろう。あ、いや、つまりお前に当たってもしょうがないもんな。はい。だから今は周囲を欺くしかない。自分の説得力と周囲の状況と、そしてカズザの気持ちに対する理解がまだ自分の中で形になってくれないから。とにかくアンサンブルの編集長には報告しとく。向こうはまだ東間陽子と連絡取れないらしくて。そうなんですか。こっちも陽子さんとは連絡を取っていなかった。なんて言い訳すればいいかわからなかったから、あずさを守ることも振ることもできなかった俺が。それじゃあ俺そろそろ取材の時間ですから。東間和さんの見舞いには行くのか。ええ、夜に。俺も顔出そうか。今後の取材のこともあるだろうし。いえ、今はあまり他人に会いたくないそうです。そっか。じゃあお大事にって伝えてくれ。はい、失礼します。今はあまり他人に会いたくないか。自分は他人じゃないって言ってるぞお前。うん。口からは安堵のため息を漏らしつつも、心の中では喉の奥に息を詰まらせたままだった。相手に伝わらない意味のない謝罪を何度繰り返しても、喉の奥に引っかかった
火灼の骨は取れそうになかった。すいません、本当にごめんなさい、浜田さん。俺にはわからなかったんです、あいつがこんなにプロの自覚のないやつだったなんて。昔よりもよほどアマチュアになってしまっていたなんて。おい、あいつのせいって言うな。100お前のせいだろ。たかが男のことで弾けなくなってしまうくらい冗談みたいに脆いやつだったなんて。お前が全ての元凶なのにな。向こうが悪いみたいな論調。さすがここに来ても北原春樹は北原春樹なんだよな。部屋の中にスパイシーな香りが漂う。なんて、3日も煮込んだカレーにそこまで刺激的な香りは期待できないけど。とりあえず、そんなマイルドなカレーが煮えるのに合わせ、冷蔵庫のあり合わせの野菜を刻む。炊飯器のランプはとっくに保温をさしている。あとは盛り付けるだけで、ちょっと遅めの夕食の完成。そうやって規則的に手を動かし、生活のために考えることが減っていくと、どうしても心は昨夜の記憶にたどり着く。5年ぶりの遠まけ。俺たちの思いが詰まった地下スタジオに、ただ一人膝を抱えてうずくまっていたカズさ。もう自分の居場所でないはずなのに、あの時のあいつにはあそこしか残っていなかった。あいつを知ってる、あいつを求めている世界に比べて、あいつが知ってる、あいつが求めている世界はこんなにも狭いことがショックだった。再会してから初めてあいつが俺に自分の本当の気持ちを話してくれた。5年間ずっと俺のことを思ってたって。そんな痛くて苦しくて、俺にとってあまりにも甘美な気持ちがあいつの真実だったなんてやりきれなかった。だ、そうだよな、お前は乗り換える女がおるもんな。これがまた面白いもんで、女2の男1の違いだよな。ハルキがもしも男2で女1だったら、こんなことにはならんかったわけよ、北原ハルキは。多分他の女に逃げて終わっとったんや。うん。けど女2で、その女がもう、ね、あの、大阪に行った時と一緒やし、まさにだよな。まあ、だって俺には刹那がいて、だから俺たちは決裂するしか選択肢がなかった。うん、結局ハルキもさ、5年間ずっとカズさんのことは忘れられてなかったから、なんだかんだね。そこなんだよな。それに自覚するのはまだまだ先の話だよな。さも自分が当然かのように相手に対応するけど、自分がいかに異常かっていうのは、まあ自分が一番わからんからね。うん、こればっかりはハルキだけじゃなくて、まあ、普通にリアルでもそんなことは当たり前だから。危ういバランスのもとに成り立っていた隣人関係、いや同居関係と言ってもいい間柄をもう維持できないくらい深い傷をお互いに負った。だからカズサはこの部屋を。そろそろ起きて何か食ってくれ。いい加減、タヌキ寝入りにも限界があるだろう。それでもカズサはまだこの部屋にいる。俺の隣人を辞められていない。というか、俺がカズサを手放さなかった。お前、昼も結局何も食ってなかったじゃないか。もう熱下がってるんだし、本当は起きれるんだろ。だって出て行かせられるわけなんかないだろ。熱があったんだ。両手を怪我してるんだ。ついでに陽子さんとも連絡取れないし、病院だってほっといたら絶対に行かないし。だからたとえどんなに筋が通ってなかったとしても、今は俺が何とかするしかないんだ。いつまでもこのままってわけにもいかないだろう。食事もそうだけど、怪我の治療だって。
俺が帰宅してからずっと熱を測るために額に手を当てても汗を拭いてもじっとその顔を見つめても、とにかくカズサは固くなに目を閉じたままずっと眠っていることになっていた。口なんか聞けるわけないだろう。カズサ、本当は起きてるなんて最初から分かってた。だって俺が背を向けた時だけ痛いくらいカズサの視線を感じられたから。私お前に告白したんだぞ。思いっきり振られたんだぞ。振ってなんか。ほぼ一日ぶりに聞いたカズサの声はあの時の心の奥底から絞り出した叫びとは対照的にあまりにも正気の失われたつぶやきだった。玉砕した相手に面倒見られるなんて拷問以外の何者でもないじゃないか。怒りも悲しみも必死で込めないようにけれど語尾の震えでそれらをしっかり伝えてしまう。本人としては多分不本意な豊かな表情を持つ声。私を見るな。私をそんな優しい目で見ないでくれよ、ハルキ。なんかエッチな私服になっとる。哀れみなんかやめてくれ。なんかエッチになっとる。もうやおっぱいが張り出しすぎてカーディガンのサイズが合ってない。俺に構われるのが嫌だったらちゃんと起きろよ。自分の力で立ってくれよ。そしたらお前はいなくなるのか。私の前から永遠に消えてなくなるのか。俺あれだな、なんかすごい今更な話していい？こっちの通報なんだけどさ、刹那編はウィンドウオフにするか、分かりにくいしな。刹那編とカズサ編。カズサウィンドウオンにして、刹那ウィンドウオフにしようかな。あー、それもありだな。すごい、なんかみんなには関係ない話なんだけどさ。それでいこっかな。そうだな。それでいこう。カズサウィンドウオン。あー、でもどうしようかな。そこら辺は考えます。お前が望むなら。望まない。そんなの嫌だ。あれだな、手に包帯を巻いとるっていう新規の立ち絵があるから、その服も一緒に変えちまおうみたいな感じだな。せっかくだし。なら食ってくれよ。包帯変えさせてくれよ。お前の面倒見させてくれよ。それも嫌だ。今は絶対に嫌だ。帰ってくれ。私の部屋から出て行ってくれ。でも飯と傷の手当てと本当は体温だって測りたいし。うるさいよお前、本当にうざいよ。勘弁してくれよ、カズサ。なんて声だけでも感情を隠そうとしてたのは最初のうちだけで、いつしかその小さな音量の中にたくさんの痛すぎる気持ちを込めて俺に突き刺してくる。隠そうとしてたのはカズサの優しさで、それを暴いてしまったのは俺の空気の読めなさで。自分の部屋に戻り、明かりを消してベッドに潜ったところで眠気なんか降りてきてくれるわけがなかった。大体測った限りでは熱はもう下がってた。治療の時の感じでは右手の傷は可能してなかった。左手の捻挫も腫れは大したことはなかった。一月後の追加公演についてはまだ安心できないけれど、ピアノを続けることに関してならもう何の心配もいらないはずだった。
少なくとも身体的な問題に関しては。と、ベッドの中で何度も寝返りを打っているうちに、睡眠欲以外の本能が今さら頭をもたげてくる。晩飯。そういえば俺も食ってなかったっけ。あのカレーいつになったらなくなるんだろう。けれど夜中の3時を過ぎた今、隣の部屋に鍋を取りに行くことは陳情的にも常識的にも許されることじゃなくて、俺は引っ込んだ腹を抱えるように体を丸め、頭から布団をかぶって強制的に目を閉じた。カレーも対話も明日だ。あいつは今日部屋にチェーンをかけていなかった。鍵を持っている俺だけが入れる状態を作ってくれていた。セキュリティ上問題がないわけじゃないけれど、今は心の鍵がまだ少し開いていることの方が嬉しかった。おやすみ。だからおやすみカズさ。明日の朝こそは朝食にカレーは是か非かの議論ができることを願いつつ、俺は力いっぱい踏ん張って意識を閉じ、ルノはまだまだ先になりそうだった。なんでよ、鍵開けろよ。さっき鍵がとチェーンはかけてなかったって言っとったやろ。これはまた。すごいな。新規書き下ろしだからすごいな。新規 CG だから大変なことになってるな。ああ、白い服なのに。白い服なのに。ガズさんの突き刺さるような悲しいつぶやきに背中を押され、部屋を後にしたのは1時間前のこと。そして今、再びこの地に舞い降りた俺の前には、俺が同じ場所なのかと感嘆するほどの無残な景観が。でもカズサの、例えばいや、これで言えばカズサの左隣はハルキかもしれんけど、右隣には人が住んどるん。迷惑にも程があるだろ。カレーのお姫様、こんなもの部屋に置いておくからだ。部屋着どころか髪にまでべっとりとまとわりついたカレー、鍋も皿もそして中身もすべて床にぶちまけられ、部屋中が3日間のスパイスの抜けたカレー臭で3日目のスパイスの抜けたカレー臭で満たされている。これしばらく匂い落ちないぞ。こぼす前から部屋中に匂ってた。どうしてこんなこと捨てようとしたのか。そんなこと、そんなもったいないことするわけないじゃないか。当たり前やろ。食べようと思ったけど手が痛くて、右手は傷で左手は捻挫で痛いけど、春樹を頼るわけにはいかない。春樹もそんな簡単なことに気が回らんくらい自分がいっぱいいっぱいになっとったっていうのがあって、二人とも意固地になってで自分でやろうとした結果鍋をぶちまけるってね。どうせそんな感じやろ。部屋中に匂ってて、そのせいでどんどんお腹空いてきて。そっか。期待で測った限りでは熱はもう下がってた。だから食欲が戻ってきたとしても何ら不思議なことはなかった。それどころか喜ばしいことだった。だからその鍋をテーブルに持ってこうとして、両手とも使えないってことに気づいてればもっと喜ばしかったんだけど、それはお前もだろう。介護しとるんやから。こんなにぐるぐる巻きにしやがって。お前はいつも大丈夫大丈夫って言うけど、やってること穴だらけじゃないか。ああ、分かった分かった。
とりあえず俺が片付けておくから、カズさんは風呂行って体洗って着替えて。どうやって？とカズタは白かったけど今は黄色い包帯を見せつけて俺を恨みがましく睨みつける。だからお前は穴だらけだって言うんだ。ということはつまり？なあ、本当に本当にいいのかよ。このシーンあれだな、ごめんね、絶対にこれ入れたいけど普通にね、おっぱいとか出とるからダメやろ。セックスするわけじゃないから切なルートやし、どうせセックスするわけじゃないけど、別に性的なあれではないから、風呂入っとるだけやからだから多分ね、画面真っ暗か真っ白のままだと思う。モザイクはダメだから、モザイクはちょっとあかんから、かといって、乳首隠しでは多分あかんから、音声だけで、お楽しみください。申し訳ないけど。メッセージウィンドウも多分、確か透けるんだよな、メッセージウィンドウが少し。こういう時にメッセージウィンドウって使うんだな。メッセージウィンドウの不透明度、通常シーン。これでいいんかな？これやってみるか。いけ！丸いんだよな、形が。何を言ってるんだ今さら。いいも悪いもこれしか選択肢がないだろ。絶対に少しは目に入るぞ。隠しきれるもんじゃないぞ。今さらだろ、5年前抱いた女の。でも5年前に抱いた時よりもなんかもうボンキューボンになっとくからな。しかも今性欲でも、春樹の性欲は食欲以外、睡眠欲か、睡眠欲以外の欲求は大変なことになっとるからな。別に隠すつもりなんかない。逆に困るよ俺。そんなに見たくないのか。そうじゃないから困るって言ってんのに。5年前とっくに全部見られてる。今更だ。あの時からおっぱい3倍くらいなんとけどな。早くしろ、風呂までカレー臭くなるだろう。じゃあやるぞ。あ、やっちゃうぞ。しつこい。いいなあ。自分の性欲の問題だな、これは。カズさんの了承じゃなくて。はい。完全に、ボロンしてますね。だからまあ、メッセージウィンドウのみでお楽しみください。あ、ちょっと乳輪が。自分が使う時の3倍くらいのシャンプーを手に取って、ちょっとスパイシーな目の前の長い黒髪にすり込んでいく。そんな美容師みたいな真似をするには、もちろん目を閉じたり反らしたりなんかできず、要するにカズさんの白い背中が俺の眼前に。もうちょっと強くやってもいい。いつもそんなに気を使ってるわけじゃないし。わかった。浴室の中にエコーのかかった俺たちの声と、ひたすら指で髪をこする音が広がっていく。それは多分俺たちのどちらかを知っている人なら、そっとものの光景に違いない。カズサが身につけているのは両手の包帯だけ。しかも両手が塞がれてるって理由で、下着以外は全部俺が脱がせてた。脱衣所で必死に目をそらしたり閉じたりする俺を、カズサは笑ったりせず、けれど最後まで俺の手を煩わせることにこだわった。ある意味、怪我の功名かもな。そうか。2日も風呂に入ってなかったから、髪も肌もベタついてたし。肌って？もしかしてそっちも洗うことになるのか？俺。そうやろ、そりゃそうやろ。こんな汚い私、お前に見られたくなかったんだ。ちょうどよかった。あのな、だからずっと顔を合わせようとしなかったのかよ。
綺麗なら全部見られてもいいってのかよ。表せることすら許すっていうのかよ。自らの肌をさらけ出す恥よりも自分の肌の汚れを知られる恥の方が大事なのかよ。それってお前俺のこと気持ちいい頭がだよ。何ビビってんだよ。あ、ごめん。この臆病者。ううん、ただ私を嫌悪してるだけか。ふざけたこと言ってんのよ。そのくらい強いのがいい。もっとゴシゴシやってくれ。カズサの髪が指を黒く覆い尽くし、俺を縛っていくみたいに絡みつく。考えすぎだって分かってる。飛躍しすぎだって理解してる。そして俺の心の奥底の願望だって可能性は否定できない。なあ、ハルキ。なんだよ。私が昨夜言ったこと忘れてくれ。昨夜。今だけでいいんだ。今だけ私を愛してくれればいい。私を抱きしめて、求めて、甘い言葉をささやいて。忘れるにはいろいろありすぎて、しかも強烈すぎて。あれは全部デタラメだ。熱に浮かされてたんだ。分かってるよ、そんなこと。一生レベルで忘れられないかもしれない言葉たちをたった2日で忘れろなんて苦行に押しつぶされそうになる。分かってる、だって。そんな苦悩の末にしてしまった生返事を。分かってない。お前全然分かってないよ。え？カズサは聞き逃すはずなんかなかった。熱に浮かされてる時に嘘なんか言うわけないだろ。デタラメなんか作れるわけないだろ。カズサ、俺の言葉の一挙手一投足をずっと心に刻みつけてるバカだから。私の強がりを適当に流すな。額面通りに受け取るな。泣きそうになるじゃないかよ。ごめん。ボソボソとそんな冷たい愚痴をこぼしながら、ガズサの声はもう涙まじりになっていた。目の前の白い肩が震えてた。けれどそこに手をかけることは許されなかった。不在だろ、私。そんなわけないって。振られたのに、捨てられたのに、こんなに依存して私って痛いだろ。死んじまえってレベルだろ。うざいのも痛いのも俺の先輩特許だろ。お前ごときが俺を超えるなんて10年早いんだよ。そんな中途半端な年数言うな。10年くらい全然大したことないじゃないか。100年早いんだよ。そうだった。俺たちの間の5年なんてないも同然だった。10年なら平気で乗り越えてしまうかもしれない。ほら、これでも食ってろ。ああ。お、いつもの服に戻った。髪を洗った後、今まで以上の勇気と我慢を振り絞り、カズサの体を洗った。スポンジ越しに伝わる滑らかな曲線や急な凹凸に散々意識を振り回されつつも、目と意識を閉じ、全て何事もなく終わらせることができた。ちんちんフルボッキだろうな。時間と具がなかったから塩結びだけど、文句は言うに決まってるか。でも我慢しろ。
風呂から上がったら今度は部屋の惨状とその根本の原因を解決するための行動を起こす。具体的にはカズさんの夜食と床の掃除。ちょっとバタバタするけどそれも我慢しろ。いつまでもカレーまみれの部屋にいたくないだろ。ハルキは腹空いてないのか。ああ、なるべくなら2個くらい残しといてくれ。掃除が終わったら食べるから。割れた皿のかけらを拾い、キッチンタオルでカレーを拭き取ると、あとは洗剤を入れた水で雑巾を絞り拭き掃除。換気扇を回して窓を少し開けると、部屋の中に冬の寒気が訪れるけど、これも今しばらくは我慢してもらうしかない。お前さ、腹減ったんなら俺を呼べよ。温めるだけだから大丈夫だと思ったんだよ。そりゃ両手を怪我してなかったらな。皿もカレーもみるみる、拾われ拭き取られ、綺麗な床がだんだんとその姿を現していく。普段でさえ役立たずなのに、今のお前は赤ん坊といい勝負なんだから、それくらいちゃんと自覚しといてくれよな。ひどいこと言うんだな。夜中に叩き起こすところなんかゼロ歳児まんまだろ。別にわざとじゃ。グダグダ言ってないで早く食えよ。腹減ってたんだろ。最後にもう一度キッチンペーパーで空拭きしたら、部屋中に、消臭剤をまいて、とりあえず応急処置を終わらせよう。本当は仕上げに掃除機もかけたいけど、今は真夜中なので、それだけは明日に回すしかない。なんだよ、やっぱりおかずがないと食べられないっていうのか。と空拭きをしながらカズさんの方を見ると、皿のおにぎりはまだ一つも減ってはいなかった。包帯取り替えたいから早く済ませてほしいんだけどな。なんてちょっと愚痴っぽい俺の声を無視するように、カズサはおなじみの反応を返した。要するにそっぽを向いていた。赤ん坊並みだなんて言って悪かったって謝ればいいのか。また拗ねたか。本当にめんどくさいやつ。カレーひっくり返すくらい腹減ってたんだろ。早く食ってぐっすり寝ろよ。わざとひっくり返したわけじゃない。それに食べたくないわけでもない。じゃあ何？この手じゃ食べられない。うん。左手ならなんとかなるだろう。そっちは手首にしか包帯巻いてないし。まあでもあれなんだよな、カズサとしてはさ、今この時間、それこそ追加公演までの残り一月が この後の人生の全てになるわけだから、実際ね、カズサ的にはさ。そうやろ、あの完全にハルキに振られて、体の関係迫ってもダメで脈なしと。それでもやっぱハルキのことは忘れられんからさ、そんなきっぱり諦めれられるんだったら5年間も苦しんどらんわけで、それがあるからこそこの限られたね、あの余生というか寿命というか、それを過ごすのはやっぱカズサの願いでもあるんだよな。なぜかここで逆鱗に触れたらしい。お前何言ってるんだ。何って何。両手使うなってしつこく命令したのハルキじゃないか。私はその言いつけをきっちり守ってるだけだけど、おにぎりくらい軽いものなら。とにかく私はやらない。手だけは無茶するわけにはいかない。その考え方を夕べにも発揮してくれたら、俺はこうして気を使わなくて。そしてここでますます逆鱗を逆なでしたらしい。相変わらず睨んだ時の目つきの悪さは他の追随を許さないやつだ。あのな、どうして今になってそんなわがまま言うんだよ。
さっきまでカレーを一人で食おうとしてたやつが。さっきカレーを一人で食べようとして、その行為を全否定されたからだ。そして理不尽な傲慢さも他の追随を許さないやつ。けれど大抵そういう態度を取るときは、なんだよ、あんしてくれなきゃ食べないとでも言うつもりか。うん、おい、実は怒ってるわけではあるけれど、それをさらに上回る感情を抱えていて、だからここで、反発感が上目遣いになってしまう。お前、さっき言ったよな、今の私は赤ん坊だって。カズさ、そのことを自覚しろって、何かあったら俺を呼べって。いや、だからちゃんとお前でも食べられるように。もういい、寝る、そして飢え死ぬ。カズさ、お前いい加減に。そして2段階目の表情へと移っていく。上目遣いの瞳に何かが溜まっていく。言えよカズさん、いい加減にしろって言えよ。もう面倒見きれないって言ってくれよ。そのまますぐに3段階目へと、溜まったものが床にポトリと落ちていく。せっかく掃除した床をきれいに汚していく。せやな、実際ほら、さっきも言ったけど、ハルキはね、刹那がおるからいいけどさ、カズサはじゃあこれから一人じゃん。どうすればいいんだよってことになるわけやねんか。孤独だよ孤独。捨てるんだよお前が。はっきり告げるんだよ私に。そうじゃないと諦めきれんからな。ゆうべみたいに。さあ、こうなってしまったらもう俺に抗う術なんかなかった。お茶はいいか。うん、一口だけ。よし。うん、右手にはカズサのかじりかけのおにぎり、左手にはカズサの飲みかけのお茶。そんな両手はもちろん俺のもの。もう一個。俺も腹減ってるんだけど。勝手に食べればいいだろ。別に全部よこせなんて言ってない。それはそうだけど。もう一個。わかってるって。こうして両手が塞がれてたら自分の分を食べられない。けど仕方ない、俺がカズサの手になるしかないんだ今は。うまいか。しょっぱい。私を高血圧で殺す気か。高血圧は直接の死因にはならないぞ。正しく避難するならそこから派生する病名を言うべきだ。脳卒中とか心筋梗塞とか。なんて予想通りのイチャモンを。なんて予想通りのへりくつだ。お前つまんないよ。悪かったな。本当にいろいろと予想通りで、心の底からやりきれない。つまんない上にバカだ、大バカだ。捨てた犬にまだ餌をやり続けるなんて。カズさん、そんなことされたら余計なつくに決まってるじゃないか。何考えてるんだよお前。しょっぱいのは最初に入れた塩のせいだけなんだろうか。でもお前が食べられないって。犬が口を開けるのは仕方ないことだろう。飼い主が
しつけなきゃダメだろ。無茶言うなよ。俺はお前を飼ったことなんかない。手に入れたことなんか一度たりともないんだ。そんな本心を言ったところで、きっとカズサのもっと強い本心に塗り固められてしまう。もっとほら、ほん。だから今はこうして穏やかな時間でごまかすしかない。結論を出さず、心を決めず、好きなままで、そして愛せないままで。うん。おう。はるき。もう一個行くか。うん。だから今はカズサに促されるまま、最後のおにぎりに手をかける。今俺の口に消えていったのと同じように、二人で分け合って食べるために。